なちゃんです。ガトちゃんです。タッキーです。よちです。はい、ということで本日の企画、ここが嫌だよインド生活ということで、本日はですね、ここは嫌だよインド生活と題しまして、まあインドに住んで僕たちある程度長いじゃないですか。そうだね、まあ、少なくとも1年以上は住んでますと、うん、今回は家編ということで、うん、インドに住んで、うん、実際の自分たちの家でのトラブルって、はいはいはい、皆さんめちゃくちゃあると思うんですよ。あるね。チャロブラのコンセプトとしてはもちろんいいところも伝えるけど、うん、大変なところ、嫌なところっていうのも、うん、もう脚色なくリアルを伝えていきたいということがあるので、今回は実際に住んでみて起こったインドの家のトラブルを紹介をしたいなと思います。はい、何年ですか今住んで。確かに言っていこう、短い順で言うと1年半、1.3 年ぐらいかな、うん、一緒ぐらい、うん、今2年半、僕6年ですね。多分俺が一番トラブルが多いはず、うん、しかもほら引っ越ししてるしインド内で、うん、ついでに俺引っ越しは実は3回してて、おお、グルガオンでも家のトラブルが理由で1回引っ越ししてるんだ。あ、そうなの。そう、へえ、っていうのがあったりするので、今日はそれを全部伝えたいなと思います。それでは行きましょう。レッツゴーチャロ。それではじゃあ早速話していきたいなと思うんですが、うん、誰から行こうか。いや、まああれじゃあ歴の短い人から順番に切っていこう。行こうか。うん、常に俺はめちゃくちゃある。俺めちゃくちゃある。ちょっとここまで尺取っちゃおうから。簡単だよ。簡単だよ。超。オッケーオッケー。じゃあタッキーかな。そうだね。うん。ね、私は結構家ガチャ成功してる方だな。家ガチャ。いやでもインドは結構家ガチャって言われてるけど、見た目が綺麗なお家とかでも、うん、なんか住んでみると結構トラブル多発するとか言われて、特に新築の家はトラブルが多発しがち、うん、なんかまだトラブルができてない状態だから、うん、まあ、人が住んだ後に住んだ方がいいとか、うん、普通にもうなんか見た目じゃわからない、本当まさに家ガチャが結構あるって言われてるんですけど、うちは結構家ガチャ成功してて、うん、なんかそんなトラブルらしいみんなみたいななんですか、ネタになるようなエピソードそんなない。ああ、そうなんだよね。そう、え、うん、なんかさ、よく俺も言われたけど、うん、入ってくるときに、うん、前住んでたのが日本人とかの方がいいよって、うん、ああ、そうだ、ね、もうね、鉄則、インドの家選びの鉄則っていうのは、うん、新築は選んじゃダメとかさ、うん、あるじゃんね。で、前住んでた人が、あ、欧米人とか、うん、日本人とかだと、うん、我々が気になるところもすでに修理し終わってるから、うん、いいよみたいな言われるけど、うん、そういうタイプだったんですか？そういうわけでもない。全然。あ、そう、リアルガチャなんだ。そう。すごい。そうなの。しかも、なんか皆さんみたいに結構その駐在員向けの家じゃないんですよ、うちは。うん、まあ、ローカルの中ではいい方の価格帯に全然入るけど、駐在員が住む感じの整えられたっていうか、なんかタワマン的なとこじゃない。うん、まあ、普通のアパート。あれだよね、サービスアパートタイプじゃないじゃないじゃない、もうリアルアパート、リアルアパート。そうだね。そう、それでトラブルないってすごくない？そう、うん、逆にいろんな人が住んでるんだろうね。あ、そこに、これまで。確かに。でも全部出尽くした状態で、うん、滝が住んでるから、うん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 、あんまり出てないのかもしれないね。そうだね。まあわかんないよ。けど、うん、マジで家ガチャはあると思う、うんうんうん。あんまりトラブルないですっていう人聞いたことないんだけど。まあそうだね。かなりレアだよね。レア、そう、そんな気がする。結構本当にいい家賃のとこに住んでる方でも、なんか結構やばいトラブルに遭遇したみたいな。うん、話聞くから、あとはこれからだね。これからかな、出てくるからだね。嫌、うん、だな。確かに確かに、出てくるから。あとほら、これからタッキー、うん、いろんなとこ出張行って、はい、バンガロールいないことが多い。確かに住んでないじゃん、そうそう、家に。ああ、そういうこと、うん、発生消防確率、あ、実は見てないうちに。そう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 。あ、でもそれで行くとゴキブリは出たことある。ああ、インスタあんまゴキブリ見ないけど、少ないよね、うん、うちめっちゃ出るんだよ。そういう意味で言うと南は出るかもしれない。うん、いやでもゴキブリはかなりショックで、そんな食べ残し放置してたとかなかったって自分で思ってるのに出たから、うん、結構ショックで、もう超いろんな人に聞いていろんなゴキブリ対策して、もうそれからはもう出なくなった。あ、素晴らしい。けど結構なんかメンタルに来るものがあったので、なんでみたいな。特に女性はね、うん、苦手な方も多いし、ちょっと安心して寝れなかった。いや、ゴキブリ問題はインド特有っていうよりかは、うん、まあ、日本でも出るんですね。そうですね、あったかい目のところというか、ね、そうであれば、これはまあ意外にノーマルな、そう、ね、ノーマルと言っちゃあれかもしれないけど、そんなにインド特有の、あの、ね、トラブルを受けてない。毎日出
るわけじゃないでしょ。でも1回しかできない。だから1年3ヶ月で1回だから、全然日本で考えてもいい方なんじゃないですかね。絶対に4分の1ではないですからね、トラブルなしは。25% の確率ではない。確かに、いやなんかインドのいろんな辛いことってある程度課金して解決できることもあると思うんだけど、うん、家トラブル系はなんかいくらいいとこ住んでもなんか割と発生するってイメージがあって、だからいやまさにガチャプラスもある程度はやっぱどうしようもないから、まあどっちかっていうとそういう時にすぐ対応してくれるいいなんか修理の人とかがいるとかの方がもうコンシェルジュがいるとか、そういうのの方がもう大事っていうか、まあそういうとこで見るしかない。確かに確かに、レベル1ぐらいですね。レベル1ぐらいだね。で、じゃあ次の約1年半。1年半。はい。はい、まあ、生き物つながりになるんだけれども、今住んでるのがまあマンション、それなりの高層階なんで、ハト。まあ、すんごいハトが出るんだよね。ハト多いね。で、ベランダ、もうあの全部のマンション同じなんだけど、ビジョンネットっていうのを張らないと、ハトが入ってきちゃう。あの、だから景色とか楽しみたいんだけど、全部。ネット越しになって、確かに、ね、確かに、それはちょっと、まあでもまあ家のトラブルっていう意味では、あのベランダにフンがすごい大量に入ってくる、あれは本当に嫌だ、ね、そう、あとハトつながりで言うとさ、フンだけじゃなくて卵生まれたりするし、俺換気扇からハトの声聞こえない。それはやばい。本当に本当に本当なんだよ。本当なんだよ。本当なんだよ。換気扇の出口にあといっぱい止まってる。あ、まあね。それはいる、それはいる。っていうと、その筒を通ってキッチンから聞こえてくる。聞こえてくる。それはいる。そう。あと死体も多いしね。そう、死体はね。そう、内見しに来た時、結構4部屋ぐらい回ったんだけど、一部屋衝撃だったのが、しばらく入ってなかったんだろう。家開けたら、死体臭みたいにして。鳩が3匹。部屋の中で？部屋の中で。でもビジョンネットってあって、なんか中入っちゃってて、入ったはいいものの。なんて出なくなっちゃって、中で鍛えてる鳩がいて、そのオーナーが、ノープロブル、ノープロブル。ノープロブル鳩3体くれるから、入ってきて、いや、この家は嫌だよ。何がノープロブルだよ。っていうのは本当衝撃。衝撃だな。だから、りょうちんここ2部屋目だもんね。そうだよね。短いのにもう、ね、引っ越してるもんね。そう。最初の部屋、同じマンションなんだけど、基本1年契約で契約が済んでて、その更新の時期で、他の人に行っちゃうから、出ててくださいっていうのを、一月前にいきなり言われて、急に部屋探す。これもワンの家トラブルじゃない？ね。設備的なとかじゃなく、単純に契約上、オーナー都合で、いきなり来月出ていけって言われるっていうね。よく聞くよね。よく聞く。よく聞く。で、あとは、今インド特有なのかもしれないけど、毎年 10% とか 15% の家賃アップ。家賃アップはね。駐在とかはさ、バジェット決まってるじゃんね。だから、毎年上がると、そのうち超えちゃうから、そのタイミングで引っ越すとか、っていう問題出るケース結構多い気がするね。なんか急に大家から言われて出ていかなきゃいけない、家賃が上がるから出ていかなきゃいけないっていう周りの人も多数見えるから、一時期めちゃくちゃ内乱してたもんね。家内乱してた。1週間で決めてるでしょ。うん、たまたま空いててホントよかった。そうだよね、ラッキーだったよ。綺麗だしね。それ以外はなんか、確かにそれ以外はこの前家帰ってきた時にエレベーター乗ろうとしたら先客でハトが乗ってた。ハトしかいねえ。いやもう乗るの乗らないの。一緒にさ、エレベーター乗ってさ、後ろでクルクルクル。ハトは何回やっちゃう。え、同じフロアまで来たの。同じフロアまで来たけど、降りた。うん、静かに閉めて、下に。なんだなんだ。じゃあ上下してるだけ。写真載っけてくれた。確かに。出迎えてくれたハトがこちら。そうだよ。そういう意味では俺もガチャはいい方かもしれない。たまに電気が通らなくなったり、Wi-Fi が切れたりとか。まあまあ、それは停電があったりとか。普通に。そこしてこれが普通ってなってんのがやっぱりインドのリアルなんだよね。本当に。電気は通らない。停電する。停電は。停電あるうち。家ガチャが勝ったとはいえの。停電はどこでもある。正直、全世帯あるからね。それが結構慣れすぎてもう何も思わず、じゃあレベル2ぐらいだね。じゃあカトちゃん、俺は壁を壊す。何回来んねんみたいな。家の中
に閉じ込められるわけですね。ってなんか急に水漏れして、うん、もう止まんないの、うん、洗剤入れるさ、うん、ところに入れようと思ったらそこに蜂の巣ができて、今日は動画を見てくれてありがとう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、SNS のフォロー、よろしくお願いします。